猿が三匹。一つはカラカ。そなたもこの元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿です。ゆえに代々着物の猿は言うざるです。目も耳も特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は聞くざるです。耳がよく遠くまでよく聞こえ、よく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿です。ゆえに、ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい、そんな風に感じるのです。ああ、そういえばかつてあなたと同じく使命ある者がおりました。しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ。